ジョバンニ・アントニオ・ペレグリーニの描くリベカ。1708年から1713年。リベカは旧約聖書、創世紀に登場するアラム人女性で遺作の妻である。父はベトエル。ラバンという兄がいた。アブラハムはカルデアを出て、カナンの地に住み着いていたが、自分の息子、遺作の妻にはカナン人でなく、 自分の故郷カルデアの女性を迎えたいと思っていた。そのため親戚のもとにしもべを派遣したところ、しもべは井戸で出会ったリベカこそ神が選んだ女性であると確信する。リベカは見知らぬ旅人とそのラクダのために井戸から何度も水を汲むことを厭わなかったのである。しもべはリベカの家に赴いて事情を父、ベトエルとアニラバンに話し、リベカもこれを受諾したため、 彼女を連れて直ちに、イサクのもとへ帰った。リベカが、イサクのもとにやってきたのは、イサクの母サラが亡くなり、夕暮れのうちイサクが物思いにふけりつつ歩んでいた時であった。イサクは、リベカのもとに慰めを見出した。二人は結婚し、双子の息子エサウとヤコブが生まれる。彼らが生まれる前、神は、アブラハムやイサクと結んだ契約を受け継ぐ、長子はニーエサウではなく弟。 ヤコブの方だと語った。しかし、イサクは、エサウの方を偏愛し、彼に長子としての祝福を与えようとする。リベカは、弟のヤコブを偏愛していたため、この祝福をヤコブが得られるように図って成功する。このためヤコブがエサウの恨みを買ってその身に危険が及ぶと、リベカは、自分のアニラワンのもとへヤコブを逃がした。ありがとうございます。